ラジオ高等1月15日日曜日、時刻は10時です。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等。この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日は二十歳の集いについて取材リポート。今年度二十歳を迎えられる皆さんの声をたっぷりお伝えします。お楽しみに。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。二十歳を迎えられる皆さん、おめでとうございます。二十歳の集いが1月9日住吉2丁目のティアラ高等で行われました。対象者は平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれで、江東区に住民登録のある方です。令和4年4月から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、区では成人式の名称を二十歳の集いに改め、昨年度までと同様、今年度二十歳を迎える方を対象に式典を開催しました。今年度二十歳を迎える方々が色とりどりの振袖や羽織袴、ダークスーツなど思い思いの晴れ着を身にまとい、旧友との再会を喜びました。当日は第1部亀戸大島地区、第2部砂町地区、第3部深川地区、第4部臨海地区と4部構成で行われました。式典では和太鼓演奏、区長式辞、二十歳の決意表明、抽選会などが行われ、式典会場の外では人力車に乗って記念撮影できるコーナーも設けられ、記念品の配布などが行われました。それでは山崎江東区長の式辞からお聞きください。二十歳を迎えられた皆さん、誠におめでとうございます。江東区長の山崎貴明でございます。今年はコロナの感染に配慮して4回に分けて、今日こうした二十歳の集いを開催することになりました。18歳で法律的には成人ということになりましたけれども、やはり二十歳、これが日本の長い伝統と国民の大きな思いから二十歳の集いとしてお祝いをさせていただきます。皆さんは今日までお父さん、お母さん、家族、友人、先生、いろんな方々のご支援があって今日を迎えられたと思います。ぜひこれからの人生、失敗もあるかもしれません、挫折もあるかもしれません、それを乗り越えて頑張っていってほしいと思います。去年のサッカーワールドカップを思い出してください。日本はドイツ、スペインに勝利したものの、結局目標のベスト8には到達できませんでした。三笘の1ミリというあのプレーがあったにもかかわらず、目標を果たすことができませんでした。それでもみんな努力して次を目指す、次には必ずベスト8だ、そして2050年にはワールドカップ優勝だ、そういう強い思いを持っています。
皆さんもこれからの人生、辛いこと、悲しいこといっぱいあるかもしれませんが、どうぞ挑戦をするその気持ちを忘れずに前進を続けてほしいと思います。皆さんの二十歳になったことを区を代表して心からお祝い申し上げ、ご挨拶といたします。おめでとうございました。続いて、二十歳の決意表明、入江祐希さんです。本日は私たちのためにこのような盛大な式典を催していただき誠にありがとうございます。また区長様をはじめご来賓の方からの温かいお祝いと激励の言葉をいただき心より感謝いたします。亀戸で育った私にとって江東区はかけがえのない場所です。サンストリートや東公園、青少年センターで過ごした時間はとても楽しく、 FC 王子までのサッカーの練習は私にとって何よりの思い出です。第二亀戸小学校に在籍した後、私はインドに6年、そしてシンガポールに2年と計8年間海外で生活をしてきました。そこでの生活を通して私は貧富の差を目の当たりにしました。インドにはスラム街が至る所にあり、物乞いをする子どもたちが今日を生きるためのお金を必死に稼いでいます。こうした現状を見て、私はインドや発展途上国で暮らしているあまり目を向けられていない彼らを支援したいと思いました。いつかいつかと問題を先延ばしにすることは簡単です。私自身もいつか自分に余裕ができたら支援したいとずっと考えていました。しかしこれでは現状は何も変わりません。二十歳という大きな節目を迎えた2022年は私にとって大きく成長できた年でした。アメリカで開催されたバーニングマンというお祭りに参加したり、大学でアルティメットフリスビーという競技の団体も立ち上げました。そして今年も私は挑戦を続けます。2023年は発展途上国への支援を行う学生団体を立ち上げます。全国の学生を巻き込んで企業や国際協力団体と連携を取りながら、発展途上国で生活に困窮している人々を支援したいです。これからの人生、自分の行動で一人でも多くの人が笑っていられるような、そんな社会を作っていきたいと思います。最後になりますが、今日まで20年間私のことを温かく見守ってくれた家族、ご指導してくださった地域の皆様や先生方、今日まで共にここまで歩んできてくれた友人たちに、この場を借りて熱くお礼を申し上げ、誓いの言葉とさせていただきます。令和5年1月9日亀戸大島地区代表、入江祐希。ではここで当日行われた葵太鼓の演奏の模様をお送りします。続いて、二十歳の声、インタビューをお送りします。取材リポートは木下和則さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。大島中学校卒業です。
大島中学校卒業です。あ、じゃあ同級生。はい、そうです。はい、集いを迎えられての今の気持ちはいかがですか？なんか式を終えてなんか一つ大人になったなっていう感じはしてます。私はなんかまだあんまり自分が大人になったっていうことの実感がまだないです。これからの抱負を聞かせてください。はい、今教師になるために勉強を大学でしているので、それに向けて計画的に頑張っていきたいと思います。中学校の時の先生に憧れて目指しています。大島中の、はい、英語の先生です。今年の4月から就職するので、まあ、自分自身で成長していろんなことを学んでいけたらいいなと思っています。今のなんか社会に対してこう思うこと、もうちょっと若者中心の社会になっていってくれたらいいなって思います。私も同じです。おめでとうございます。ありがとうございます。大島西中学校です。いや、年取ったなって。これからの抱負。これからの抱負、自分の、まあ僕今バーの店長になるんですよ。で、まああと事務所に入ってて、僕名和博樹って言います。あの錦糸町の那須川天心って呼ばれてるんで、ぜひ TikTok とかで検索してください。インスタ、ツイッターやってます。名和博樹です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。第3亀戸中学校です。第3亀戸中学校です。第3亀戸中学校です。同級生。はい、みんねしです。はい、今の二十歳の集いを迎えたこの気持ちを聞かせてください。あ、とても晴れやかな気持ちで、天気も晴れててですね、いい成人式を迎えられて嬉しいなと思います。以下同文。いっぱいお酒飲みたいです。今の大人に対して言いたいことなんかあるの？もうちょっと明るく、元気にやっていけたらなと思います。年上の人たちの元気をより元気よくやっていきたいです。将来の夢聞かせてください。公務員です。社長。社長秘書。あ、こいつ結構ガチ。ガチガチなんだ。ガチなんだ。俺の右腕。おめでとうございます。ありがとうございます。第二大島中学校の卒業生です。あの懐かしい人とか、あの久しぶりに会えた人とかいて嬉しいなって思います。将来の夢教えてください。将来の夢は宇宙飛行士です。はい。あ、また大きな夢ですね。はい、頑張ってください。ありがとうございます。あ、深川七中です。第二亀戸中学校です。第二亀戸中学校。あっという間に二十歳になったなっていう、なんか時が流れるのは早いなって。一応成人式は終えたんですけど、成人したという自覚はまだあまりないですね。まあ、今回こうスーツを着て、まあ、あっという間だったんですけど、まあ、ちょっとは大人になったなって感じてますね。将来の夢教えてください。将来はあの社会科の先生になるつもりです。教員に。なぜ？もともと歴史が好きで、それを学ぼうかなっていうのがきっかけで、で社会科の先生になりたいなって思います。自分はまだ将来の夢とか決まってないので、これからやっぱ成人したということもあり、自分のなりたい姿を見つけていけたらいいと思います。まあ、僕はあの経済系の大学に通っていて、で将来はまあその経済を勉強して銀行に勤めていこうかなと思ってます。今社会に対して思うこと。やっぱり今経済で円安がすごい続いてるっていうのがニュースにも上がってるように、このまま円安続いちゃったらいろんな面で問題が生じるなっていうのは身に染めて分かってるんで、ちょっと改善、次の日本銀行の頭取さんが変わった時にどういう経済政策を取るかがちょっと見どころだと思います。まあ、さっき言った円安とかもそうなんですけど、やっぱ少子高齢化とか日本の国力が下がり続けているっていうのはあるので、まあやっぱりなんか早めに対策を打って、まあ、昔のような、まあ、経済成長する日本になってほしいなとは思っています。まあ、日本国民として不安なことはいっぱいあって、まあ、そういった中でも、まあ、自分自身で政治的関心を持って、まあ、国の現状、まあ、負債とかもそうですけど、まあ、しっかりと自分で考えることもやっぱ重要だなと感じてます。ご成人？違います。いや、去年ですね。去年ね、はい、後輩が成人式。ああ、一番なんか会場で目立ってるなって。
ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。プタラプタラ。どうですか後輩の姿を見て。いやまあ普段とあんま変わんないっすね。変わんないっすね。ほんとはい、はい、これ全体に言われてます。その通りです。その、はい、ナスカー選手は。めっちゃナスカー選手。え、ガチやん。ガチじゃないのよ。かっけー。おめでとう。マジかっけー。じゃあその先輩前にして最後にあのこれからの抱負。抱負お願いします。日本くだらね、まあ、かっこいい兄貴たちの背中を見てもっともっとグレます。よろしくありがとうございます。ありがとうございます。続いて会場周辺で迎えに来ていたご家族の方にインタビューしました。おめでとうございます。ありがとうございます。率直なお気持ちを聞かせてください。そうですね、まあ、あのやっとちょっと一つ肩の荷が下りるなっていう感じはありますね。いやでもあっという間ですね。どんな大人になってほしいんですか。そうですね、まあ、やっぱり自分で、まあ、もう自立してでしっかりと社会に役立てるような、大人になってほしいなと思いますけどね、はい。まあ、やっぱりまあ今いろいろな情勢だったりとかっていうのはあると思うんですけれども、やっぱり、まあしっかりと自身が自信を持っての何ですかね、大人になって、まあ、さらに自分の子供だったりとかにつなげていけるような、社会にしてほしいなと思います。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、20年間経ちました。大きくなったなっていう感じ。なんかもう月日が経つのはあっという間で、本当にいつの間にか大人になってしまって、もう感無量です。こういう大人になってほしいなとか、今が一番いい時だと思うので後悔しないように楽しんでほしいなと思います。これからいろいろやりたいこととかやれることがたくさんあると思うので、どんどんチャレンジして いい大人にというかなってくださいということです。あっという間の20年間ですよね、はい。終わってしまえばあっという間でしたかね。子供ちっちゃい時は長く感じたけど、今考えると短かったなって感じはします。ちょっとなんか小さい時からもう少しこう優しくっていうか、もうちょっとこう育ててあげたかったなとは思いますけど、余裕がなかったので、はい、今だったらもうちょっとこうゆっくりと育ててあげられたかなとは思います。あの時に戻りたいかって結構大変だったので、今の方が私は楽です。これから楽しみは楽しみですよね、どう変わっていくかね。まあ、寂しいんですけれども、まだまだまだこれから金銭的には大変なので、ちょっとしばらくはちょっと心にこちら余裕がないかなって感じはします。20歳を迎えられる皆さん、ご家族の皆さんの声をお届けしました。最後は山崎区長の3本締めで締めていただきましょう。それでは20歳の皆さんの前途洋々なる未来を祈って3本締めで手を締めます。ご唱和お願いいたします。よみんなで作る伝統未来水彩都市高等、区政情報さまざまな町の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れの時間です。今後もどうぞお楽しみに。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。